っと待って、この25年の間に日本国内の中で消費過熱したことあんの？あったらデフレって言わないよね。だったら不況って言わないでしょ。25年の間景気が悪い中で消費税を上げ続けたらどうなるか。その度に消費が落ちる。消費が落ちるということは企業側も投資をしない。消費と投資合わせて需要が落ちていく。社会にさらにお金が回らない。消費が減れば所得も減る。こんな悪循環、中学生でも考えたら分かるようなことをどうしてここまで続けるの。